皆さん、こんばんは。マジでやばい。なんか、寝てたんですけど、パッて目覚めて、このスプラトゥーンが、なんか次フェスを、なんか、やるみたいで、それの、なんか日にちをまず言おう。4月1日の9時から、4月3日の月曜日の9時までなんですって。だから、エイプリルフールに、がっつり、スプラトゥーンできるんですよ。で、今回のお題なんですけど、これがすごくて、実在するのは、ネッシー VS 宇宙人 VS 雪男ということで、ユーマとかね、そのエイリアンとかそういう系統のお題になりました。まさかこんなに、てか、エイプリルフールだからかな、この未確認生物っていうのが、多分お題でやってるんでしょうね。まあ、個人的にはね、ちょっと雪男さんが気になるんですよ。これ見た目が好き。ケムクジャラのモジャオさんみたいで、ケムクジャラで好きなんですけど、皆さんどこに投票しますか？まだ決められないか？俺まだ決められないんだよ。なので、とりあえず情報だけ皆さんで与えました。これ楽しみだ、マジで。あと、予備祭りが3月24日の、金曜日から。なので、来週ですね。来週から始まるみたいで。まあ、ホラガイ受け取るので、皆さん頑張ってスプラトゥーンやっていきましょう。ということで、なんか、そんな感じです。情報でした。はい、間違えました。マヒマヒリゾート&スパ。あんまりね、マヒマヒやらないからね、ちょっと言いづらいですね。マヒマヒ&リゾートスパ。やばい、言ったし見たのにわかんなくなってよろしくお願いします。ちょっと洗濯機なんで、あんま濡れないので、最初だけ塗ってあげよう。そんなに濡れないんですよ、この武器。濡れないけど、よいしょ、オッケー。これでね、みんなが戦えるように。てか、みんなが戦ってる間も俺も戦えるのでね。お、ナイス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 、バレてない。削ってる、オッケー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 、バレてないですね。潜伏が強いんですよ、この武器。ふり。落ちないようにしなきゃ、あと。このステージよく落ちちゃうので。味方結構グイグイいってるな。これ俺も行った方がいいのか。このチャージャー相手に。チャージャー二人いるの相手事故ってるんだよな。ナイスなこと一緒に行っちゃう？やばい。あ、これ、あ、お客が当たらないです、ナイスナイスレーザー。やられたと思った。もうここ入ったら強いんですよ、洗濯機。ほら、もう全部倒せる。洗濯機全部倒せるぞ。味方飛んできたね。ここ張ってれば強いんで。ま、出させないようにね。敵は俺のこと絶対狙ってくるので、絶対戦敵狙ってくるんですよ、これ。もうこっち来るのか？危ない危ない危ない。はい。あ、仲間やられちゃった。落ちちゃったのかな？あ、うまい味方が。いっちゃうか。すげえグイグイいっとるじゃん。もう出させるな、こっから。もう君は出てくるな。あ、待って、なんか二人倒した。おい、ワイプアウトって。どうしよう。上かな？これで降りてくる。降りてきざるを得ない。リスキルみたいになっちゃって大丈夫か？え、逃げるな。え、強い仲間が。いや、でもこれ、えぐいぞ。出れない相手。やめろ。あ、バレてる。先にチャージャーだな。チャージャー。降りてくるだろ？君もか。君もだ。ワイプアウト。敵出れなくなってるよ、これ。やめちゃうよ、スプラトゥーン。ごめんね。でも、手を抜くこともひどいと思うじゃないですか。ちょっとなんだ、チャージャー。ナイス。手を抜くと、相手にも悪い。どうなんだろうね、これ。手抜いた方がいいのかな。しょうがなくない？でもこれもう。味方強いのはもうしょうがない。これは、仲間のキルを奪っちゃおう。いいとこ入った。いい、あれ倒しましたね。ん？抜けた？あー、倒してくれた。いや、もうここずっとぐるぐるしてるだけなんや、ほんとに。ここの洗濯機もう楽しい。楽しすぎる、もう。止まらない。逃げるな。ごめんね。いや、もう、しょうがない。ごめんね。ごめん。ごめんって言いながら倒して、なんか俺もう性格悪いわ。ごめん。でも止まらないわ。止まらん、この洗濯機の攻撃が。全然塗ってないもん、ほら、ジグン。おい、これ、なんか、
マジで全然塗ってないぞ。うちのチーム。ずっと多分みんなで向こういたんだろうな。誰かが塗ると思ってたのか、みんなが。みんながみんな、誰かが塗ると思って誰も塗らないってなんかあるあるなんですけどね。これなんか、炎上しそう。